オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。本日水曜日のテーマは日本のしきたり、日本の年中行事や祭事記をご紹介します。本日は日本を飛び出し世界の習慣をご紹介します。インドのドゥルガプージャです。カルカッタの街は9月末から10月初め頃にモンスーンが終わります。それは豪雨の季節の終わりでもあります。その頃、街のあちこちの広場に祭壇ができ、女神ドゥルガの像を祭り出します。これは五穀豊穣を祈るヒンズー教の祭りで、女神ドゥルガの祭り、ドゥルガプージャと呼ばれます。この女神はヒマラヤの山の神の娘でパールバティとも言われ、シバ神の妃で航海の神、戦いの神です。ドゥルガの像には10本の腕があります。その姿は叙事詩マハーバーラタにある有名な物語、孔子の魔人を倒す場面を表しています。ドゥルガの右手側には幸運と美の女神ラクシュミー、日本では吉祥天、そして象の頭を持つガネーシャ、日本では大正寛義自在天が並んでいます。左手側はサライスバティという川の女神、日本では弁財天、そしてスカンダという武力と勝利の神、日本では伊達天です。祭りの10日目の午後から大勢の人々が出てきて、それぞれの地区のドゥルガの山車を引き回し、すべての山車はガンディス川支流のフーグリー川へと運ばれます。夕闇迫る頃、山車は水に浮かべられます。泥で作られた像は川面を漂いながら徐々に沈んでいきます。腰から肩へと水中に溶け込んで姿を消していきます。それはやがてベンガル湾へ、そしてインド洋へと流れ、蒸発して大陸を越えてヒマラヤの上空に至ります。そこで清らかな雪となり霊峰に積もると考えられています。女神ドゥルガは再びヒマラヤの娘パールバティに戻るのです。インドではヒマラヤの雪の溶け始める4月頃、ガンガウルの祭りが行われます。ガンはシバの神、ガウルはシバ神のお妃になる前のパールバティのことで、この二神の婚礼を祝う祭りです。そこにはインド人の永遠に生きる神々への信仰が伺われます。本日はインドのドゥルガプージャをご紹介しました。明日のテーマは葬にまつわる体験談です。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からのご質問やご意見、ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には木曜日にご紹介しています葬にまつわる体験談集時を超えてをプレゼントいたします。そしてもう一つ、グリーフケアの第一人者橋爪健一郎さんの著作お父さん、葬式はいらないって言わないでもプレゼントしています。本をご希望の方は本希望と書き添えてください。ご意見、ご感想、そして本ご希望の方は住所氏名をお書きの上、メールの方は info@nara.fm info@nara.fm、ファックスの方は0742-248422 0742-248422 へ。おはがき、お便りの方は
郵便番号 630-8334 奈良市西野新屋町43、いずれも奈良ドット FM オフィスシオンの係までお送りください。お問い合わせは電話番号 074224-8415 074224-8415奈良ドット FM へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。